え皆さんどうもこんにちは映像プロデューサーのリットですどうぞよろしくお願いいたします はい、えー、っとね。ここまででもだいぶもうあの話してるかと思うんですけど、まあ、多分これ編集してもう多分30分は超えるぐらいまで。でもう今もすでに喋ってると思うんですよね。で、まあちょっとどのあたりで切ってパート1パート2に。 する分けるかっってていうのはねちょっとまだ考えてないので,、はいでまあまあ、あのそういういことななんでですねなので外注した方がいいって言ってるのは一番大きな思いとしては見る人の可処分時間をなるべく奪わない努力を作り手としてはしてあげることがこれが絶対マストだということですでこれは別になんて言うでしょう「ああディットさんいい人ですね」とかってそういうことを思われたいとかそういうことじゃないですよやっぱりウィンウィンじゃないと続かないっていうのはこれも原理原則じゃないですか物事全てにおいてね じゃあ僕のウィンは何なんだというと僕が発信していることを1人でもたくさんの人に気づいてもらえるということこれが僕にとってウィンなんですね。で皆さんにとってのウィンは何であるべきなのかというとできるだけ少ない時間で自分の必要な情報を取り入れることができた。 この結果、これが YouTube を見ることに対してのウィンであると思うんですよ、まあ、ジャンルによってさまざまだとは思いますけどねあの、僕がやってるこういったジャンルのものに関してはそうだと思うんです。ということは、短い時間でっていうところ、ここが絶対にも今入ってこないと、もう世の中の人、みんな忙しいですから。 ななかなか、ね、価値ある動画っていう風にちょっと価値がちょっと薄れちゃうんですよねなのでカット編集は絶対マストだっていうことなんですよそういう思いからはいなのでもちろんねジャンルによるんですよその同じ映像クリエイターさんだとしてもそのジャンルによると思うんですよやっぱりこう情緒感をこうつけてお話をされてるような方がパッパパッパこうでカットされたらちょっとおかしいし、まあ、これはね本当にあにジャンルとかとうんそとチャンネルにもよるっていうことを大前提としてお話し聞いていただければ嬉しいんですけど今僕が話してる してる内容がヒントになっていただける方のみヒントにしていただけたらなということでお伝えしてますのでヒントにならなかったよっていう方はねほんと申し訳ありませんえとまあまあヒントになったよって思っていただける方ができるだけたくさんいてくださることを心より祈っておりますフ はいそれで、ですね、まあ、ちょっと話がまあちょっと行ったり来たりしちゃうんですけれども、え次にですねその効果音ってあるじゃないですか、効果音、ねこれもジャンルによります、まあ、例えばエンタメ系だったら、効果音、じゃんじゃん使った方がいいと思うんですよね、なんかこう、ビヨヨヨンとかね、なんかこう、バーンとか、なんかピコーンとかね、なんかそういうのありますよね、だけど、僕はね、基本、使わないようにしています、でこれはなんでかっていうと、話してる動画だからなんですよ。 むしろで話してる動画って話に集中してもらいたいから余計な音をなるべく鳴らしたくないっていうか、まあ、BGM も,もうすごい極端に低くしてるんですね。BGM を低くする 何ていう曲がかかってるかはからないっていうぐらいのレベルなんですけど、まあ、例えばその音楽に詳しい方だったらわかると思うんですけど単調と調調っていうそのありますよねその音楽の性格というか、まあ、ちょっと暗い曲が、まあ、例えば単調簡単に言うと、ね、で明るい曲が、まあ、テンポノリが良くてなんかこう明るくてこう気持ちがカーッとこう上がっていくような感じのなんかそういうい曲調これ調調っていいますよね、まあ、その曲調として。調しか僕基本使わないんです ですけどこういう何か伝えたい時とかっていうのはね蝶々しかの曲しか使わないんですけど蝶々だなっていうことが分かるぐらいのレベルの音の大きさまでレベルを落としています何、はい、ていうかこうテンポが「トゥン,トン,トン,トントとかドゥンとかドゥンとかドゥンとかっていう感じでねな何かその「トゥンとゥカゥンとかで何か聞こえてるなってぐらいに落としてるんですよでこれも本当は本来だったら僕は入れたくないぐらいなんですねもう無音で話していきたいだけどやっぱりその抑揚を上げてることによって聞こ ってもうこれもなんかいろいろと今までテストしてきたんですけどまあ無音全くの無音で同じ話をした場合とあとちょっとなんかこう、うん、テンションが上がるような感じの曲がうっすらなんかそのバックグラウンドに入ってるでその状態でこう同じ話をした場合それとあと なんていうんですかね、例えばピアノとバイオリンとかああいうクラシック系の雰囲気でちょっとこう落ち着いたとかっていうよりもちょっと悲しい感じの曲調のものを挿入したバイトでもうね離脱率がもう全く違うっていうかね何ていうかその理解度が全然違うかったんですよなのでおすすめとしては蝶、まあ、々の曲、まあ、その内容にもよりますよ当然ね話してる内容にもよりますがなんかエデュケート的なそういうふうな内容のことであればどちらかというともちろん言うまでもなく蝶々系を 本当にうっすら聞こえるぐらいの感じで、イヤホンでやると意外とね。ipods とかではめたままその音の編集しちゃうと最初慣れるまでがね。結構ね。うん。何て言うか、極端に音が小さくなっちゃってたり、なんか大きくなっちゃってたりとかって。後でまあ、youtube アップロードして、それを見た時にって言うの、ね、なんか結構いっぱい失敗したんですよ。僕もなのでイヤホンはね。もうつけ,つけないで。 本当にマ僕は Mac なんですけど MacBook から聞こえてくる音でなん,かなんか鳴って泣かないよねっていうぐらいの感じに聞こえるぐらいでこれでもうエンコードしてますそれが今ちょうどね鳴ってると思うんですけどこれぐらいの感じっていうことなんですよスマホで見る環境だとかこう PC で見る環境によってまあいろいろそこは違ってくるかと思うんですけどやっぱりできるだけその何にフォーカスさせたいのかなどういう気持ちのテンションの中で何を聞いてもらいたいのかなっていうことに合わせて楽曲をチョイスするべきだと思いす。 思うんですが基本的に僕はいつも同じ曲を使っています、これは何かというと当然なんですけど、この,この曲なんかリットだよなみたいな、そういうのってあるじゃないですか、例えばドン・キホーテ行ったらなんか、ドン・キホーテ行かなくても、ドン・キホーテの曲が流れてたら、あなたがドン・キホーテだなっていうのがすぐに分かる。 ドン・キホーテっていうねそのすいませんサビのとこ行く前でもなんかあこの曲もう前奏から分かりますよね「ああ俺ドン・キホーテ」なんいわゆるブランディングなんですよだからそこをまずやるには、まあ、できるだけ曲を変えない方がやっぱり効果的だなっていうふうには思っておりますねフィルムレッド はいいかがだったでしょうか、まあ、こんなところなんですよ、なんかであのお伝えしたかったことっていう、その YouTube に対してですね、はい、それとここからまだ続きます、まあ、ここからはね、もう本当にサクッと話せる内容なので、まあ、そんなにあの長くならないと思うんですが、まあ、もしよかったら、このまま残って聞いていただければありがたいです。じゃあ、外注しますと、じゃあ、外注する際に、いろんな外注サービスありますよね。 ランサーズとかクラウドワークスとか、それ他にもいっぱいあります。もう、ありとあり、いろんなものがあります。で、僕はですね、ランサーズと、えっと、あとこのクラウドワークスさんと、あともう一個、みんなが知ってる、えっと、なんとかっていう、あの、まあ、ちょっとテロップで出しておきます。ちょっと頭出てこないので、えっと、それと3社契約したんですよ。それで、まあそこでいろいろとクリエイターさんを探してって感じでやったんですね、以前。そうした時に、まあ結論からお話しして、結局今何、どこ使ってるかというと、クラウドワークスさんです。 はい、クラウドワークさん、これで別にクラウドワークさんの、別に僕、あの案件やってるわけでもなんでもないし、あの全然縁もゆかりもないんですけれども、まあ、皆さんにお勧めできるとしたら、僕はクラウドワークスかなと、この動画編集のカット編集に関してですよ、あくまでここに限定してです、それ以外のものに関しては、ちょっと僕、やってないんでわからないですので、まあ、いい加減なこと言えないので、カット編集に関してっていうところでお話聞いてくださいね。はい、に関しては、クラウドワークスさん、最強ですね。 はい、なんで最強かというと、本当に自分で募集出すじゃないですか、もうね、すさまじい数の,その応募者から連絡をいただけるんですよ、でまずたくさんクりゃいいってもんじゃないじゃないですか、そこから選んでいかないといけないですよね、内容を見て、それ結構大変じゃないですか、普通。で、クラウドワークスさんが一番そのインターフェース的にそれがやりやすかったです、まずこれが1点。で まあ、などうやりやすいのかというと、もう全部ボックスごとに、そのプロジェクトが一つ、例えば立ち上げて、ここのプロジェクトに、いろいろとこう、なんていうんですかね、応募者の方のその情報、まあ、要は PR の内容だったりとか、あと今回、この募集に関して、こういうふうな意気込みですだとか、みたいな感じの、そういう、文章化されていて、なおかつメールでも届くんですね。で、まず、そのメールで見た方が分かりやすい人は、それでいいと思うんですけど、僕はもう全部そのサイトの中で全部ね、完結させていたんですけども、全部それをまず一回見ます。目を まあこれは、ね、最低限必要なことだと思うんですよただ、かなり来ますので、えっとね、カット編集をお願いします YouTube のカット編集をお願いしますということで僕、募集出したんですよ、これの案件だけでだいいね,ねどれくらい来たかな、えっとね、50は最低来てたんですよ、50どころじゃないんですけど、まあ、100は言ってないですよね50、ちょっとはっきり覚えてないんですけど50ぐらいだと思っててくださいそれぐらい。 来ていただけるんですよで。予算大体どれぐらいで出したかっていうと1200円から1500円の間って書いて出してるんですよ、えっと、15分の動画でそれ,それであの受けていただける方お願いしますということで出したんですよそしたらそれぐらいすすごくないですか、ね。やっぱり今タイミングもタイミングだったのかもしれないですけどねこのコロナ禍でで、まあ、やっぱり海外で普段、 働いている方が日本に帰ってきて、なかなかその仕事をその間、ちょっとどうやってつなごうかなっていう中で、まあ、ちょっと動画編集をやろうかなっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、それでいて、あと問題はクオリティです、結論から申し上げて、全く問題ありません、全くです。 で僕は実際今現在その3名の方の,そのクラウドワークスさんでまあ知り合ったその3名の方に常にこう発注させていただいてるんですねそのカット編集の。で,でまあ3つ一気に動画を撮ってその動画をその3人に振っとけば48時間以内にその3つの動画が返ってくるわけじゃないですかで返ってきた順番にまあテロップを入れてで予約投稿 YouTube で予約投稿してサムネイルジムで作ってっていう感じでまあ今このチャンネルやってるんですね。その の話してるそる内容の,そのテーマだけがちょっとこの左上かどっかにこうちょっと出てたり、ちょっとここはちょっと補足した方がいいなと思ったところまあ動画で話,して話せてなくてこれちょっと補足しておいた方がもっと理解していただきやすいかなと思ったことを編集中にね、その時に思ったものをちょっとここの、今、この辺にね、文字だけでこうピシュッとこう出るっていうね、そういう感じでまあ大体編集してるもんですからほとんど時間かかんないんですよ。 いやこれってねすごいなと思ってで1日2時間の編集時間そして話すのは大体ね1回につき4本3本から4本ぐらい撮ってるんですよでそれを撮って SD カードから直接ギガファイル便ってあるじゃないですかあれにアップロードしてそのギガファイル便からその URL が発行されますねでそれをそのまま添付してそのクラウドワークスで契約したその方々に順番に送っていくってこれだけなんですよ で、これすると、そうすると、無駄なそのなんていうか、メディアの消費もないですよね。もう、そもそも、もう取ったら、すぐに。 SD カードはフォーマットかけるんでそれでままあまあ一応フォーマットかけるの SD カードはフォーマットかけますけど一応そのファイルギガ便の方で保存しとける期間を大体まあ1週間とかから以降できるんですね30日でも保管しとけるし僕は大体1週間7日間にしてるんですけどでなんで7日間かっていうと例えばその元データが必要な場合ってどういう時かというとカット編集出したんですけどなんかちょっとクオリティ悪かったなもう一回ちょっとこれここやり直したいなって思った時に元て思ったんで データいいるじゃないですかでも7日間あったら48時間以内にデータ戻ってくるのでそこの時点であこれ完璧と思ったらもう別にその元データいらないじゃないですかそのカット編集されたものだけがあればそれでいいと思うんですよね元データとしてこれももちろん人によるかと思うんですけど考え方によるかと思うんですけど僕はそうなんですよなのでデータが無駄にこう、うん、蓄積されないっていうかねだってこれ1個撮っただけで大体ね15分ぐらいの動画でも大体5ギガぐらいはいくんで ね、あのフル HD でしか僕は撮らないんですけど 4K 一切撮らないんですけどねこの話してる動画に関してはまあまあそんなもんなんですよ。ってなってくると、ね、もうあとはもうそれをーンとプレミアに入れてそれをただテロップ入れてで書き出してで書き出した MP4 をただ YouTube にアップロードするだけですよねサムネイル作って説明文書いて目次作って。ねなのでまあそこの 1>, 1本の動画にアップロード、まあ要は撮影して、えー、撮影でかかる時間と、あと編集にかかる時間と、あとアップロード、まあいろんな作業をいりますよね、あの終了画面の設定したりとか、ああいったものも全部含めて、えっとね、1本の動画で、ね、多分3時間ちょっとぐらいなんですよ。それでアップできるので、なので毎日投稿が可能になるという、こういう流れなんですね。 はい、というわけで,です、ね、ちょっとなんか、2話にわたって長々とお話ししてまいりましたが。 いかがだったでしょうか。皆さんどうですかね。ちょっとまあ運用できる人とそうでない人、今僕がお話した中でね、あのあるかと思う思います。もちろんね。なのであの僕が言ったこと、これ全部が全部どなたにもこう通ずるわけではもちろん通用するわけではもちろんないんですけれども、まあどなたかの参考になってさえいただければ嬉しいなというふうに思っております。それでまあ今後もですね、まあ、そのオンラインマーケティングのことに関してももちろんね、映像制作のことに関してのメインのチャンネルとなっておりますので、まあ、そこの視点から、まあ、要は映像クリエイターの僕の視点からという。 ことでのそのそオンラインマーケティングの方法、なんかちょっといくつか例を挙げてみたり、そういったこと、まあ要は映像作って届けるまでが仕事だと思うんですね、あのほとんどの場合、そのフリーランスの方は特にそうだと思うんですが。その届ける で届けて、なんかその届けてあげる相手が誰に届けたいのかとかっていうところも含めて、えじゃあ、どういう戦略をかければそれができて、じゃあ、その戦略をどういうふうにプレゼンしたらえ、クライアントさんは安心して仕事を任せていただけるようになるのかなとかね、まあ、そういったところも含めて、ちょっとこのチャンネルの中でお話ししていければいいなと思うので、ぜひともチャンネル登録をして、また次の動画をお待ちいただければ嬉しいです。はいというわけでね、ね今回は以上となります。まま、ね、またたたねこれれににりりず次次のの動動画画ももご視聴いいいだければ非常に嬉しししででですでは次の動画でお会いしましょうどううどありがとうございました ありがとうございました。